コメルツ銀行、コメルツ銀行、ドク、コマーズバンクは、ドイツのメガバンク。1870年創業当初から、貿易金融を担い、外資による国際政治と深く関係してきた。コメルツ銀行は、世界金融危機の時に、ドレスナー銀行を買収した。日本における、投資銀行部門のコメルツ投資投資顧問は、2007年11月に、ホルティス参加となり、 称号をフォルティスアセットマネジメントとした。1870年2月26日、ハンブルクのコメルツ銀行は、MM バールブルク &CO を含む地元資本からが創業した。中には注意の必要な出資者が2人いるので、説明する。数トメは、コンラートハインリ・ヒドナー3世、コンラード・ヒンリック・ダナー E である。祖先の1世は、 デンマーク領事を父に150ものタバコ工場を経営した。そして、ハンザ貴族の庇護を受けて、海運業へ進出した。このハンザ貴族とは、ゴドフロイのことであり、キューバやコーチシナと貿易士工業まで経営する男であった。彼は、コンラートハインリヒドナー三世とも仕事をした。さてもう一人の要注意出資者とは、ルートビヒ。 ルーヴビヒアードウィン・アンシンクであり、ハンザ貴族と隕石なのである。彼は1850年ニューヨークへ会社を設立した L ・ E ・アンシンク &CO。1872年、コメルツ銀行はルートビヒの会社を通じて、ロンドンに新しい銀行を作ったロンドンハンシャッティックバンク50%支配。合衆国で貿易金融の整備が遅れていたからである。 この銀行は、ミューチュアル生命のギャランティトラストカンパニーが1897年にロンドンへ進出してくるで活躍した。ミューチュアル生命は1906年のアームストロング法以降、対独資本を大規模に提供した。1889年、コメルツ銀行は、ドクア銀行の創設に加われなかった、香港、上海銀行と下関条約賠償金を有し、 コメルツ銀行は東アジア貿易よりもロシアオーストリア証券や大西洋貿易を取ったのある。1892年ベルリン支店を開いた。1897年フランクフルト支店とも協力しバーゼル資本のドレフィス商会、フランクフルト支店を買収した。1905年ベルリナー銀行を併合してベルリンに本店を移した。最も陶器場は 第二次世界大戦までハンブルクということになっていた。1908から9年頃、コメルツの主力はドレフィスを統合した、コメルツ割引銀行であり、コマーズバンク、ウントディスクントバンク、これがやはりハンブルクにあったのである。これは内紛であった。20世紀を通じて、アメリカ経済に影響力を持ち、メロン財閥へ接近してゆくドレフィスである。コメルツにおける、 発言力も相当なもので、フランクフルト支店を生産して、自分の会社へと再生してしまったのである。コメルツとは1904年に正式な合意を交わして、資産は1909年にかけて移管された。このドレフィウスを代表的なチャンネルとして、アメリカ資本がドイツ帝国へ投下されて行き、保険トライフラインの複合したコンツェルンを誕生させた。第一次世界大戦中。 膨大な社債発行により、軍事力を増強するため、帝国は大銀行をして引き受けさせた。このため、ドイツでは、イヤ王なしに銀行同士の統合が進み、ドレフィウスの支配力が脅かされた。ドレスナー銀行をコルレスバンクとするジョン・モルガンも、同様の立場にあった。そして、アメリカは参戦し、ドイツの政界系を壊滅させた。ベルサイユ条約による、 賠償債務をめぐる交渉を通じて、ゼネラルエレクトリックをリーダーとするアメリカ資本は、ドイツへの支配権を取り戻した。コメルツ銀行は1920年代を通じて、吸収合併を伴いながら、経営を拡大した。そしてバイマル共和制に、アメリカ資本を輸入する窓口を提供した。1927年、チェイスナショナル、現 JP モルガンチェイスから2000万ドルを輸入。 翌年には外交政策の一環により、ジェイスナショナルと共同出資でモーゲージ貸し付けを始めたのである、ジョン・レル・モーゲージ・クレジット・コーポレーション。クレディタンシュタルと破綻に始まる強行においては、1920年に吸収してあった、マクデブルクのプリハト銀行、ミタルド・イチェンプリビットバンクエジーが2行と合併した、フィッシャーコンプ、 新たな戦争を目的としたかはともかく、ドイツはスイスとも接近していた IG ファルベニン,ンドストリー。第二次世界大戦中、コメルツ銀行はドイツ軍の占領地域に新しく支店を開設していった。資本参加を通じて勢力を拡大したドレスナー銀行とは対象をなし、コメルツの小規模な前衛支店は終戦が近づくにつれて閉鎖されていった。 1945年に敗戦すると、コメルツの支店が東ドイツに接収された。前説の戦艦機ビジネスを考えれば当然であるが、占領軍はコメルツ銀行の戦犯性を軽視した。しばらく、西ドイツ政府は連合軍の経済力集中排除政策に、形だけ反対していた。1948年、内委員会に貢献したアルジャーヒスが、証言のみを証拠に、 赤狩りの犠牲となり、マハトマガンディも暗殺され、IG ファルベン関係者が釈放された。通貨改革と朝鮮戦争は西ドイツの労働運動を刺激した。1952年、コメルツは財閥解体の対象となった。ドレスナーもドイツ銀行も片だけ事業分割がなされた。コンラート・アデナワーは少なくとも3年間は再統合させないと約束した。 1954年ナトー3カ国が西欧同盟に参加してくるとアイグに見られるよう西ドイツは逆コースへ急展開してインドなどへ輸出を伸ばした。1955年アデナウアー宣言が期限切れとなり三大銀行の組織計画が浮上した。コメリツは1958年7月1日に復活して本店をデュッセルドルフに置いた。 コメレツは1962年までに戦前の視点を回復していった。ユーロ債市場が台頭しようとしていた1967年、アイクブル、インターナショナルコマーシャルバンクインロンドンの創設に参加した。共同出資者の筆頭は、メロン系のアービングであり、他には、シカゴの国宝銀行、バンク、ワンを経て、現 JP モルガン・チェイス、ウェストミンスター、 香港上海銀行が参加した。1969年、ルクセンブルクに最大の海外拠点としてコメルツバンクインターナショナルを設立した。1967年に出してあったニューヨークの代理店は1971年リニューアルした。ニクソンショックがマルクを冒頭させた1970年代にコメルツは世界中へ支店を開き、 会社の中枢を段階的にフランクフルトへ移管していった。コメルツは工業にも参加した。1975年1月、GHH、マンの主要株主となり、これをきっかけにアリアンツとのコネで、保険事業も手掛けるようになった。1975年末、コメルツは、ドレスナーや、バイエルン LB、及び他5行からなるシンジケートに参加し、ドイツ銀行が保有する。 ダイムラー・ベンツ株25%をみんなで買収した。1980年、コメルツはカウフホフ株32%をアブスとメトロに売却した。カウフホフは2015年ガレリアというブランド名でハドソン湾会社に売却された。1984年、ケンピンスキー株を売却してサウジのオイルマネーを手に、 コメルズはノンバンク事業から撤退した。1988年、レオンバーガー金庫という貯蓄貸付組合の株を40%買った。1987年、オフショア市場として開放されたばかりの東京に証券窓口を設置した。翌年ニューヨークにも展開し、マイケルミルケンが逮捕されるまでビッグビジネスを仲介した。ブームが去ってからは、 ドイツ再統一を機会に旧東ドイツで金融網を拡大した。たった1年で120支店を林立させたのである。1993年に欧州連合が誕生し、コメルツは今まで以上に国際ビジネスへ力を入れるようになった。1995年、ジュピター、ユピテル・ティンゼルグループ PLC 株の75%を買収した。ジュピターはミューチュアルファンドである。 ファンドマネージャーは、マーク、マーク・ティンデルなど、フレンズ生命、2015年から、アビバが保有するファンド、アイボリーシメの出身であった。コメリッツは金融ビッグバンと連動して、日本経済に深く根を張った。盤石化に見えたコメリッツであったが、試練もあった。クレメンス・フェダー、だ、よく組織された株主集団が、コメリッツの経営方針に対して、 意義を唱えたのである。2000年に彼らは欧州の国外にある銀行との合併を優先するべきだと主張して運動するようになった。それでコメルツはサンタンレール銀行やクレディオネとかウニクレディトを当たったがドレスナーとも交渉した。コメルツはドレスナー出身のマーティン・ブレッシングを活躍させた。彼の祖父カール・ブレッシング、カール・ブレッシンは 国際決済銀行とライヒスバンクでキャリアを積み、ドイツユニリーバ社長を務めた重鎮であった。2002年、ユーロヒポというモーゲージプールをドレスナー及び、ドイツ銀行と蘇生した。2005年11月、コメルツはドレスナーから株を買い受けて、ユーロヒポの支配権を握った。ユーロヒポの蘇生と買収の間に、コメルツは多数の吸収合併を果たした。シュミット銀行、ヤブリー。 である。ユーラシア天然資源開発、カザフスタンの西欧利県のメーメット・ダルマン、メメット・ダルマンが抜けてコメルツは行き先を見失いかけたが、2007年にエッセンテイトー銀行、ハイポテッキンバンク・イン・エッセン・エジーを完全買収し調子を取り戻した。2002年から2008年にかけて、アメリカの制裁対象国となっているランやスーダンとの取引を行うため、 制裁対象の期間に代わり、アメリカの金融システム上で資金を動かすなどの違法行為をていた。また、オリンパス事件に関連する取引について、アメリカ当局に報告しなかった。他に、コメルツ銀行のニューヨーク支店が資金洗浄に関与したことも発覚している。これらの行為について、コメルツ銀行は2015年3月12日、 アメリカ当局に14億5000万ドルを支払うことで合意し和解が成立した。コメレッツは2009年初頭にドイツ政府から100億ユーロの公的資金を注入され、同年5月ロンドンに保有する資産を整理していたことが報道された。2010年欧州ソブリン危機もあって、2011年春から注入された資金を政府に返済するようになった。 同年11月ギリシャから資金を引き上げ、2012年3月にユーロヒポ再建に追われ、同年11月にはレオフにまで及んだ。2013年5月13日付フィナンシャル・タイムズの報道によると、この頃コメルツは25億ユーロのライツ移住を格安で発行すると表明していた。政府の持ち分、エクイティは25%あったが、ライツ移住の発行で、 支配率を20%へ下げた。新 BIS 規制により、ドイツ銀行との競争はコメルツにとって、守ビアなものとなっていた。2014年9月末、コメルツに、アメリカがリストラせよと圧力をかけた。同年11月19日付オールストリート、ジャーナルでは、コメルツが、大口案件を貸し渋って、欧州中央銀行から罰金を課された子が、報じられた。 支配者の入れ替わりが見えにくい形で、コメルツの株主とポートフォリオの分配が進んだ。2015年12月29日ウォールストリート、ジャーナルが報じたところによると、コメルツ銀行は、住宅ローン担保証券、MBS に関連し計上した20億ドル近い損失の賠償を求めて訴した。法廷文書に記された被告は、ドイツ銀行のアメリカ司会社ドイチェバンク、 ナショナルトラスト、バンクオブ、ニューヨークメロン、ウェルズファーゴ、HSBC のアメリカ主会社、HSBC バンク USA であった。MBS をファンドに組んで危険性を隠し販売する行為の違法性は、数々の判例により、国際的に認められていった。しかし、コメルツに関しては豪快な、時短が成立するかもしれない。 ブルームバーグ2017年10月24日付の報道によれば、コメルツはゴールドマンサックスとロスチャイルドを金融顧問に起用た、ソースはフィナンシャルタイムズ特命すブルームバーグは同年11月15日付でサーベラスキャピタルマネジメントがドイツ銀行の大株主となったことを報じた。この記事によるとサーベラスはドイツ銀株約トと コメルツ銀効果部約5%を保有。コメルツ銀は身売りを模索しており、一部アナリストや投資家の間では、サーベラスがドイツ銀とコメルツ銀の統合を推し進めるのではないかとの観測がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。